動物マンション20階からワニが落下死亡、食用目的で飼育も逃げ出したか中国に対するみんなの反応集。今100日目100の下で死ぬワニ、ワニはニパニック。ジャッキーチェンの映画でも見たんだろな。飼育すんな、そんなもんバカじゃねえのか。ワニは知能が低いからね。カイマンしてみ、食べるために買ったものを10年も飼育するんか。番犬代わりにワニを飼いなさい。パリ式禁止。ワニは水産物扱いか。ワニも中国人に飼われたくないよな、そりゃ自殺するわ。ワニなって飛んでいきましたとさ。日本でも噛みつきダネを置くことして遊んでた風芸人がいたね。伝説のフライングアリゲーターだよ。映画化決定。俺も食われるなら飛び降りる方を選ぶな。いくらダサい馴染んでも10年も飼ってたら心情的にもう食えねえのでは。たいやきくんも最後は食われるからな。食べたい時に金出して買った方がコスパ良さそう。上からワニが落っこちてくるとか怖すぎ。次はサメかな。富裕層が飼ってる芸じゃね。庭にはワニがいる。鶏絶部をした。